大道寺直秀は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。広崎藩津軽家の家臣。利ネリ忠の子。大道寺正重の養子。通称の大道寺隼人で知られる。天文21年、木の国室軍、藤縄の住人、利ネリ忠と、タダと、ご法臣、遠山綱影の娘との間に誕生した。幼名は、い丸。 A66 年の第二次高の大合戦において、遠山綱影と共に、利根リツが戦死した。直秀の母は、実家の演算家を頼り、北条氏家臣の大道寺正重と再婚し、直秀は、正重の養子となった。その後、四人の威夫兄弟が生まれたが、直秀は、養子のため、系図などでは、最年長ながら、逸夫と記載されている。天正十年、四君。 北条氏直は、徳川家康の次女、徳姫との婚礼を機に同盟を結ぶ。その頃、川越州を率いていた岐阜、正茂は、武蔵国に川越城だけではなく、同盟の結果により北条氏領土として確定した上野国松井田城を任されており、直尾秀を、川越城の城代とし、正茂と、次男、直重が、松井田城の城代、着男、自家茂と、四つを、 直おが、小田原城に家臣として居住していた。この間、川越城や松井田城などの諸城を拡張、改修した際、直秀もその任に当たったとされる。天正18年、豊臣秀吉による小田原征伐が始まると、正茂ら、川越州は、松井田城を拠点として、中仙道方面からの豊臣方別動隊の迎撃を担当、直秀は、 他の大道寺一族と共に、川越城の守備に当たった。ところが、松井田城は猛攻撃にさらされ降伏会場し、大道寺氏は豊富方の一角として、武蔵松山城、八方城、八王子城の攻略に参加した。そのため川越城も降伏会場し、中仙道方面隊の大将、前田利家が入城した。戦後、秀吉の命で正重は、 自害したが、家康の除名懇願によって、北条氏直らと共に、大道寺正重の子供らも、徳川氏への預かりとなった。その後、直秀は、家康の旧男、徳川義直に仕えた次男の直重の縁で義直の家中に帰職し、駿河国に居住した。義直の診療である尾張国に、慶長14年から開始された名古屋城の築城にも携わった。 慶長19年、大阪の陣が起こり、徳川義直も徳川方として、大阪に軍を進めると、大道寺直重や、直秀もこれに従った。その大阪冬の陣の最中、直秀は、徳川方として出陣中の広崎藩二代藩主、津軽信平と出会う。この当時、事情に、新たな城の建設を考えていた信平は、直秀が、追記技術を習得していることを知り、 直秀を登用するため、義直に交渉。元下2年3月、家康、義直なお公認のもと、なおは、尾張家を退居しつがる家の奉行職となった。当初は500国。直秀を得た信ぶは、同年8月から対望の新城建設に着手したが、これは一国一条例に停職したことにより、計画中止となった。内密には、山賀祖皇に対して一万国と新城を準備し、 将兵の予定だった。そこをは、津軽には来ず、藩主の意気に応じ自分の娘姉妹を津軽藩に預けた。姉妹の婿たちは津軽藩の過労職に就いた。その末裔には、武部あやたりがなお知られる。元下9年7月、江戸幕府二大将軍、徳川秀忠がその子、家光と共に、家光の生体将軍宣言のために上洛するに、再始。 信平がこれにくぶしたが、この際に、直秀が、津がるの先手大将として上落した。寛永十一年、藩内を二分する古参と新山の家臣団体立を、直秀が治めた、と伝わる。また、津がる家に召し抱えられた後、藩主、信平の義弟扱いであった直秀を、婿養子として、着手とした。しかし、信平の死後の津がる家の後目相続に不満を持った。 直秀は自身に縁のある断絶した福島市の最高を幕府に願い出ることを画策したが突如休止した。これについて暗殺説があり犯人は直秀の実母とも直秀とも言われている。寛永19年91歳で死去。広崎市内の貞政正寺に葬られた。直秀は生前に同時に岐阜の正重の供養塔を混流していて、 墓はその傍らに建てられたと伝わる。直秀や直秀の後は、寛永十七年十一月に三大藩主、真義の弟のためひさを直秀の娘の婿養子として相続された。この後、道の下大道寺氏は代々広崎藩の過労職を務め、幕末以降も存続した。ありがとうございます。